道志郎1924年12月18日から2016年11月11日、兵庫県西宮市生まれ、電子オルガンを中心に演奏、作編曲、指導面に活躍。特に日本楽器製電子、オルガン、エレクトーンの開発にあたっては、その初期段階から深く関わり、製品完成後は、その普及に牽引役として国内外に活動を行った。 NHK、各民放で多くの番組にレギュラー出演し、ステージ活動では全国的に多くのコンサート、またサントリーショーホール等でリサイタルを数多く開催している。現在まで発売された LP、カセット約160枚、著書、曲集約150冊、日本演奏連盟会員、学習院高等科を卒業し、東京大学に入学。 大学卒業後に一時の林省に在勤した。参考資料1、月刊ミュージックトレード2、同志郎の音楽連れ連れ創産、簡単ピアノことはじめ、エトセトラ、父、道也は、秋田鉱山専門学校の第四代校長として、約15年在任。三島幸男とは、親族関係。ありがとうございます。